新日本観光地100選は戦後占領期の1950年に毎日新聞社が主催して選定された100カ所の日本の観光地。公演は運輸省観光部、文部省文化財保護課、厚生省国立公園部、国鉄 GHQ 経済科学局。交通機関の終着点から徒歩1時間以内との条件で、はがきによる 人気投票という形式を取った。1950年7月30日に公募を開始し、9月15日に締め切り、10月11日に発表された。各観光地の関係者が競って応募したため、応募総数は7750万854通に及んだが、組織票の取り扱いが問題になった。 全体の1位は、ザオーさんの233万676通。10の部門ごとに10位までを選定し、合計100箇所を選定した。各部門の1位となった10箇所については、郵政省が観光地100選シリーズの記念切手を発売すると、共に、国鉄は10月中旬の観光週間に10箇所、それぞれを目的地とした特別収入権を発行、また、歌人、 俳人10人が1人ずつ各場所にちなむ短歌や俳句を作って紹介した。なお、11月2日には11位から15位までで5万秒以上獲得したところ38箇所が準入選地として選定され観光ルートの設定に考慮されることになった。これらの選定されたところでは記念碑の混流や祝賀会、記念行事が催されたり、 山岳部門で1位となった、蔵王山ではこれを機に、その最陸にある、山形県南、村山郡、堀田村が村名を、蔵王村に、道村内の温泉である高湯も蔵王温泉へ、そして大宇本線金井駅も蔵王駅に、改称されている。宮城川の宮村、縁田村も合併を機に、蔵王町としており、両六の地域が蔵王にあやかろうとしたのが見て取れる。 新日本観光地100選の選定は、外貨獲得のための外国人観光客招致を大きな目的としていたが、戦後復興期だったため、日本国内での一般の観光旅行の再開を促す契機ともなった。ありがとうございます。